こんにちは、兄です。今日は9月10月に発売されたウルトラマンルーブのルーブクリスタルの確認をしていきたいと思います。まずは9月からいきましょう。9月に発売されたデラックス版はまずはルーブクリスタルセット03ですね。ウルトラマン、光、そしてビクトリー、次は怪獣でグレバッサー、そしてホロボロスですね。こうやって見ていくとなんか思い出しますね。で、次がルーブクリスタルセット04なんですけども、エース、ダイナ、コスモス、最後がメビウスになります。まあ、4はね全部ウルトラマンだったんですよね。で、9月に発売されたデラックス版は以上になります。おもちゃとかね、そういうのの付属は一切ないですね。次はガシャポンです。9月はガシャポンルーブクリスタル03ですね。ラインナップはまずはレオ、そしてティガ、次が光、そしてレアがですね、オーブオリジンのダメージバージョン、ここがねこうちょっとダークな感じになってるアイゼン社長が持っていたやつですね。怪獣はですね、グエバッサー、そしてバルタン星人の分身体、ベゼルブ、カミソリデマーガに、最後はネロンガとなります。はい、ガシャポンは全部で9種類ですね。で、食玩はね9月発売されていないです。で、最後限定版になるんですけども、限定はですね、はい、シャイニングウルトラマンゼロですね。これは雑誌の付録でテレビくんの10月号についておりました。9月は以上になります。ここから10月になります。デラックス版はルーブクリスタルセット05、銀河ビクトリー、ウルトラマンサーガ、ウルトラマンベリアル、最後怪獣クリスタルでグルジオキングですね。で、おもちゃ付属のものはルーブ降臨に付属していたウルトラマンのクリスタルがあります。あと、まあ極みクリスタルも並べた方がいいのかもしれないんですけども、一応この企画のものはデラックス版これだけになります。次はガシャポンです。10月はルーブクリスタル04ですね。エース、次がゼアス、ネクサス、アンファンス、ネクサス、ジュネッス、そして次がメビウスですね。で、レアがメビウスのバーニングブレイブになります。そして次がオーブオリジンにゼロビヨンド、ほとんどウルトラマンなんですよね。怪獣クリスタルはブースカのみになっておりました。次は食玩です。 SG ルーブクリスタル3ですね。ラインナップはまずはキング、そしてティガ、ガイアのスプリームバージョン、ウルティメイトゼロ、そしてオーブオリジンに、ゼロビヨンド、ウルトラマンは以上ですね。次怪獣でハイパーゼットンデッサイスに、最後タイラントの全8種類となります。次は限定クリスタルです。10月の限定はこれのみですかね。ニュージェネレーションヒーロークリスタル、あれ、ニュージェネレーションクリスタルだっけ、ちょっと名前忘れちゃったんだけども、極みクリスタルとルーブ降臨がセットになった最強なりきりセットのね、初回特典でこれついてきました。10月は以上になります。はい、9月10月に発売されたルーブクリスタルを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。数的には9月に18個、10月に23個で合計41個発売されてますね。種類的にはデラックス、食玩、ガシャポンね、同じものがあるからもっと少なくて、7月から10月末までで全部で63種類発売されております。極みクリスタルまで入れると64種類ですね。ちょっと数え間違ったらごめんなさいね。で、この後どうかっていうところですね。11月、まあ、すでにルーブクリスタルセット06が発売されていて、で、月末にガシャポンの予定ですね。12月は詳細はちょっと僕わかんないんだけど、ガシャポンはあったと思います。あと限定クリスタルが
12月に入ったらウルトラマンショップでねもらえるようになって、それがクリスマスのクリスタルですね。であとエキスポのクリスタルがあるから、まあなんだかんだでねちょこちょこ増えていくようなそんな感じですかね。で次はいつね確認動画やろうかな。まあエキスポがあるから年内はちょっと難しくなると思うので、来年入ってすぐにね、まあ、2018年に発売されたクリスタルを確認するみたいな、そういった感じがいいかもしれないですね。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でバイバイ。重なる未来へウルトラマン。